まだいたのね。出口がわからなかったの。私を？どうして？さっき光の話をしたわよね。じゃあ手伝ってくれない？あの子を探さないと。光が夜の学校に来るなんて変だわ。あなたもそうだけれど、今日はやけに客人が多いわ。階段で幽霊を見たという子がたくさんいるの。うずくまって泣いているんですって。ちょうどここで幽霊だと気づかずに通り過ぎると足首をつかまれるらしいわ。あなたはこんな話信じる？私も信じるわ。だからこの学校に来たの。夜の教務室って妙な感じがするわね。私、たまに先生たちが学校で死んだ幽霊かもしれないって。今も学校に閉じ込められていることが証拠だと思わない？本当に学校にいたのね。どうしてこんな時間にここにいるの？どうしてって、あなたが電話で呼んだんでしょ？私が電話をかけたの。うん。私、光と話があるわ。あなたは新館へ行って出口を探してみて。
Thank you.
Shizuku? Ne? Shinomiya Shizuku?待ち合わせの時間が過ぎたのに光が来ないの。何かあったの？それとも。もちろん心配だけど、何か怪しいわ。あなたのこともね。どうして私に優しくするの？だけど、いくらあなたが否定しても、あなたの行動が何かに影響を与えていることは間違いないわ。むしろ私には好都合かもしれないけれど。そんな風に優しくしないで。とりあえず、手がかりになりそうなものを探さないとね。一緒に行動しましょう。
新館は黄色、赤、青の区域に分かれてるわ。それぞれの区域に入るには同じ色のカードキーが必要なの。よく覚えておいて。ここは空いてるわ。ここでしばらく休んでいきましょう。喉も渇いたし、疲れたわ。私にくれるの？あなたも飲む？すっかり忘れてたわ。拾ってくれてありがとう。私には大切なものなの。そういえば名前も聞いてなかったわね。今更だけど、私篠宮しずくよ。うん、よろしくね。十分休めたわね。そろそろ行きましょう。ここは学校の歴史館よ。学校の誇らしい歴史を記念するために作ったというけれど、理事長がここを作ったのはこの学校の悲惨な過去を美化するためじゃないかって思うの。うん、平気よ。その黄色いカードで2階の廊下の扉を開けましょう。新刊のカードキーのことは話したわよね。中央ホールの方に行けるわ。
こで他の手がかりを探しましょう。あそこに見えるのって鍵じゃない？屋上の鍵みたいだけど、どうしてあんなところにあるの？ここからは二手に分かれて探した方がいいわ。あなたはそのカードで開く部屋から調べてみて。気をつけて。Thank you.
Thank you.
してここにいるの？何よあなた、どうやって私をここに連れ込んだの？落ち着いていられるわけないでしょ。来ないで。一体何よ、怖い、怖いの。知らないわよ、私は知らないわ。だるまさんの転んだ。だるまさん。
それはあの子の声だね。君は誰だ？どうしてこんな時間に学校にいる？僕は当直の教師さ。なぜ学校に来たのかは知らないが、出口の鍵をやろう。これを使うんだ。気をつけるんだぞ。夜の学校は危ないからな。夜は亡霊たちが目を覚ます時間だからな。それができればどれだけいいか。手遅れになる前にここから逃げるんだ。君もこの学校から永遠に出られなくなる前にな。何も見つからないわ。完全に閉じ込められちゃったみたい。お姉ちゃんもそうだったの。詳しくはわからないけど、友達とのトラブルが原因よ。
で何をしている。誰も学校の外に出すものか、死ね。かわい、そうだ、私が最後まで守って。ねえ、どうしたの？何か落ちる音が。そのおばさんは。でも怪我がなくてよかったわ。こうしてる場合じゃないわよ。さっき行動の方から悲鳴が聞こえたけど、雫の声だった気がするの。私は光を探すから、あなたは先に行って。
ちゃん。お姉ちゃんに会ったわ。お姉ちゃんの魂はずっとこの学校に閉じ込められて苦しんでいたのよ。ヒュート、あなたが解放してあげて、この学校のすべての魂を、急いで。結局やり遂げたわね。一個か二個は壊せるとは思ってたけど。どうなったの？うまくいったみたいね。きっとお姉ちゃんも天国へ行けたはずよ。バカな女、何にも知らないのね。何？どうして人の顔をジロジロ見るの？一体どうしたの？京子、私よ。え？何言ってるの？私さやかよ。しずくがどうしたの？ああ、そうなの。私の声がしずくに似てるですって。ああ、電話越しだからかしら。とにかく明日うちに来ない？ママがあなたにあげると言って。京子ちゃんのお母様ですね。お元気でいらっしゃいますか？さやかの母です。すっかりご無沙汰してしまいましてごめんなさい。うちのさやかが京子ちゃんにずいぶんお世話になってます。あの子は体が弱いですし、いつも感謝していますのよ。まあ別荘もありませんわ。ご都合がよろしければ子供たちを連れてお食事会でもいかがでしょう。ぜひ。京子、ちょっといい？いつもありがとう。あなたも勉強で大変なのに、いつもそばにいてくれてたくさん勇気をもらってるわ。何よ、笑ってばっかいないで何か言いなさいよ。京子、どこにいるの？ふざけないで出てきてよ。
離してください。あの中に娘がいるんです。最悪最悪とは言って、お願いだから助けに行かせて、お願い離して、最悪最悪、どうかお願い、最悪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 、目を覚まして。誰もいませんか、母さんよ。ママどこにいるの。何も見えないわ。ママママ死ぬのよ。今日ちゃんと私を見ている。私が見えない。私が死んだ時ここにいたの。悲しんでるふりも言いこぶるのもやめて。これから私のこと直接感じさせてあげるわ。あなたが助けてくれたのね。
ありがとう。そうだ、光を探さなくちゃね。お姉ちゃんとさやかさんは友達だったの。私毎日お姉ちゃんのことを思い出したけど、さやかさんは誰も思い出してくれなくて悲しかったと思うわ。私だってすっかり忘れていたものね。さやかさんにあんなに可愛がってもらったのに。ゆうと、ありがとう。あなたのことは一生忘れそうにないわ。お姉ちゃん、お姉ちゃんに会ったわ。お姉ちゃんの魂はずっとこの学校に閉じ込められて苦しんでいたのよ。ユート、あなたが解放してあげて、この学校のすべての魂を、急いで。気にしなくていいわ。平気だから早く行って。あなたがいなかったら、ここまで来られなかったわ。これで最後よ。早く行って。どうして行かないの？この後に及んでどうしちゃったの？あなた一体何のつもりなの？はあ、あなたって呆れたわ。
結局やり遂げたわね。1個か2個は壊せるとは思ってたけど。どうなったの？うまくいったみたいね。きっとお姉ちゃんも天国へ行けたはずよ。バカな女、何にも知らないのね。何？どうして人の顔をジロジロ見るの？一体どうしたの？京子、私よ。え？何言ってるの？私さやかよ。雫がどうしたの？ああ、そうなの。私の声が雫に似てるですって。ああ、電話越しだからかしら。とにかく明日うちに来ない？ママがあなたにあげると言って。京子ちゃんのお母様ですね。お元気でいらっしゃいますか？さやかの母です。すっかりご無沙汰してしまいましてごめんなさい。うちのさやかが京子ちゃんにずいぶんお世話になってます。あの子は体が弱いですし、いつも感謝していますのよ。まあ別荘もありませんわ。ご都合がよろしければ子供たちを連れてお食事会でもいかがでしょう？ええ、ぜひ。京子、ちょっといい？いつもありがとう。あなたも勉強で大変なのに、いつもそばにいてくれてたくさん勇気をもらってるわ。何よ、笑ってばっかいないで何か言いなさいよ。京子、どこにいるの？ふざけないで出てきてよ。ママ！ママ！
私を見ている。私が見えない。私が死んだ時どこにいたの。悲しんでるふりも言いこぶるのもやめて。これから私のこと直接感じさせてあげるわ。ご飯だって。お姉ちゃん、ご飯できてるよ。ご飯食べないの？ちょっとこれ開けて。部屋にこもって何してるの？何かあったの？あ、もう私に当たることないじゃない。あなたが助けてくれたのね。全部終わったみたい。
そうでしょ。そうだ、光のことを忘れてたわ。光を探さなきゃ。本当に助かったわ。京子、私よ。え？何言ってるの？私、さやかよ。雫がどうしたの？ああ、そうなの。私の声が雫に似てるですって。ああ、電話越しだからかしら。とにかく、明日うちに来ない？ママがあなたにあげると言って。京子ちゃんのお母様ですね。お元気でいらっしゃいますか？さやかの母です。すっかりご無沙汰してしまいましてごめんなさい。うちのさやかが京子ちゃんにずいぶんお世話になってます。あの子は体が弱いですし、いつも感謝していますのよ。まあ別荘もありませんわ。ご都合がよろしければ子供たちを連れてお食事会でもいかがでしょう。ええ、ぜひ。京子、ちょっといい？いつもありがとう。あなたも勉強で大変なのに、いつもそばにいてくれて。たくさん勇気をもらってるわ。何よ、笑ってばっかいないで何か言いなさいよ。京子、どこにいるの？ふざけないで出てきてよ。
に娘がいるんです。最悪最悪とは言って、お願いだから助けに行かせて、お願い離して、最悪最悪、僕お願い、最悪最悪最悪。Oh, God.